村上選手やりすぎはあかんすよ。今日は29日のヤクルト戦ポイントまとめいきたいと思います。このチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手紹介、観戦配信ライブを随時配信していますので、カープファンの方はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。はい、結果はヤクルト相手に9対2と大敗を喫しています。もう今年はヤクルトになかなか勝てないということで、昨日今日と地元でのヤクルト戦でしたが連敗に終わっています。いや、ちょっとね、残念な試合が続いているなといった感じですね。はい、というわけで得点振り返りますと、今日もカープ先制されるという展開でした。で、7回までに3対0でしたが、7回の裏、坂倉選手のライトへの特大のホームラン、これで1点返して、ここからだというところだったんですけど、8回村上選手にツーランホームラン浴びて、これで試合あったって感じですかね。で、9回にも追加点浴びまして、最終的には9回裏、小園選手レフトへのタイムリーヒット出ましたが、9対2で負けるという展開になっています。まあね、投手陣も9失点ですし、打線も11本ヒット打って2得点に終わっているということで、もう投打ともに完敗しているなという印象があります。ターニングポイントですが、まず1つ目、6回の裏、ツーアウト1、2塁からの長岡選手のファインプレー、ショートライナー、ナイスキャッチだったと思います。これバッターマクブルーム選手という場面で、ショートにね、いい打球いって抜ければ、点入るかなという打球だったんですけど、長岡選手が飛び込んで見事キャッチしました。これは本当ね、敵ながらあっぱれなプレーでしたね。あそこで1点入っていれば、まだまだ試合分からなかったかなというところだったんですけど、そういうところでいい守備が出る、守備のミスが出ないっていうのがヤクルトの強さの一つかなと思うので、そこは本当にナイスプレーだったと思います。で、もう一回も8回の表のね、この村上選手のツーランホームランですね。はい、3対1とね、2点差に詰め寄ったところでの4番の一振り、ツーランホームランということで、5対1になったらもうヤクルト中継ぎ陣強いので、もうノーチャンスかなというところで、これで本当にね、もう試合消したというところですね。本当ノーアウトからのツーランホームランだったので、ちょっと打たれてしまったね、菊池投手に関しては、ちょっと残念なピッチングだったかなと思います。ではポイントまとめです。まずヤクルトにはね、勝てませんね。これで対ヤクルト8連敗で1勝9敗になってしまいました。いや、ここまでね、対戦成績偏るかと思いますね。もちろんカープも阪神、横浜にめちゃくちゃ勝ってるので言えないんですけど、ちょっとやっぱり負けすぎっていうのは気持ちよくないですね。ほんと毎度毎度ね、ピッチャー倒壊、ピッチャー陣崩壊して、で、打線は本当はあと1本が出ずに、今日みたいにヒットは多いけど得点が増えないという試合がね、続いているかなと思います。なので本当ね、走攻守すべてにおいてヤクルトにはね、完敗してると思いますが、本当ね、なんとかしないといけないかなと思ってます。このままね、ヤクルトに負けっぱなしですと、もちろん上位進出ってのも難しくなってきますし、なんといってもね、もしクライマックス出て勝ち上がったら、おそらくヤクルトと戦うことになると思います。その時までにね、なんとかこの苦手意識ってのをなくさないと、もう CS 出ても結局ね、日本シリーズ出れないということになってしまいますので、で、今日は自力優勝消えてしまいましたけど、また復活する可能性もあるので、逆転で優勝を目指すということをね、まだ望みがあるならば、なんとかこの成績をね、どうにか巻き返さないといけないと思うので、ここね、なんとか頑張ってほしいなと思います。で、選手ですと坂倉選手がね、めちゃくちゃ絶好調ですね。本当特大のホームランで7試合連続のマルチヒットになりました。今日のホームランなんかね、打った瞬間にね、分かるホームランで、もうライトスタンドの中段まで飛んでいたので、いいバッティングだったと思いますし、本当最近ね、長打増えてきています。で、打率も交流戦とかは2割9分台でしたが、もう気づけば3割1分5厘へというところで、もう首位打者争いにも加わってくるんじゃないかなというところで、本当にね、やっぱり持ってるものが違うなと思う選手ですね。で、やっぱり今こんだけね、当たってるので、坂倉選手のね、前にランナーを溜めて回すっていう機会をね、増やしてほしいなと思います。今日はね、ランナー溜まった状態で坂倉選手っていうところがなかったので、得点も2点に終わってますし、今ね、ちょっとどちらかというと坂倉選手がチャンスメイク側になってしまってるので、5番にも置いてることなので、しっかりね、その前にランナー溜めて坂倉選手にランナー返してもらうっていう仕事をしてもらいたいと思うので、ここをね、なんとか、頑張ってほしいと思います。で、上本選手も好調で7試合連続のマルチヒットで、出塁率がね、4割超えてるんで、素晴らしいですね。やっぱりね、このね、出塁率4割超えっていうのはあればね、上位でね、起用してほしいなと思います。今日みたいにね、宇草選手の1番2番っていうのもいいんですけど、出塁率だけ見ると上本選手がいいので、上本選手はね、やっぱりね、1番か2番に置きたいなと思いますね。はい、どちらかというと2番とかに置いて、出塁してもらって、で、3、4とかでつないでもらって、チャンスで坂倉選手に回すっていう形を増やしたいので、今ね、本当この2人が
好調で5、6でチャンス作って下位に回るっていうことが多いので、まあ、そうではなくて、まあ、上本選手でチャンス作って坂倉選手でランナー回数得点するっていうのをね増やした方がまあ効率的かなと思うので、まあ、ちょっとね上本選手、まあ、先日の試合も1番とか2番打っていたのでそういった上位起用っていうのも増えてくると思うので、まあ、明日のスタメンとかねまた注目したいと思います。で、小園選手は久しぶりの猛打賞で復調気味かなと思います。まあちょっと完全に復調とは言えないんですけど、まあでも最終打席のね、追い込まれてからのレフトへの流し打ちっていうのはね、良かったと思います。ああいうバッティングね、継続してほしいと思います。今年の小園選手ね、ほんと追い込まれたら、ノーステップにして当てるだけの走り打ちとか、いうので平凡なゴロとかが多かったんですけど、今日のね、最終打席はまあ、ステップはあまり足上げていない風には変えていたんですけど、しっかりとボール呼び込んで振り抜いてのレフト前だったので、追い込まれてからも相手バッティングできるのでね、もう本当三振とか怖がらずに相手バッティングね継続してほしいなと思います。本当今日ねあれはね当てるだけではなかったので、やっぱり小園選手ね当てるだけよりやっぱり振り抜いてヒットにするっていう方がいいので、そういったバッティング継続してほしいと思います。で、心配なのがウーサ選手ですね。先週のサヨナラホームラン以降ね19打数連続無安打ということで、まあちょっとね上位で起用されているんですけどヒットが出ていない状態です。デッドボールとかはあるんですけどヒットがね出ていないのでちょっと心配ですね。で、やっぱりねかかと体重の課題がちょっとね、また多く出てきているかなというような風には感じてます。1打席目の三振なんか落ちる球に最後多分空振りしたんですけど、あれもちょっとかかと体重になってしまっていたので、まあ、バットが止まらないしボールに当たらないというような打席になっていたので、まあ、やっぱりね宇草選手その大きな課題があるっていう選手なので、その課題がある限りはちょっとやっぱりこういう結果がついてしまう悪い結果になってしまうのかなと思いますが、まあ、やっぱり甘い球来たら捉える力っていうのはねあるぞというのはサヨナラホームランの時も思ったので、まあ、そこら辺をねどう見極めて首脳陣が使うかっていうのもね見どころですね。まあ、それこそ秋山選手が加入してすぐ試合出れるってなったらちょっとウグス選手立場厳しくなるかなと思うので、まあ、ここねウグス選手にとっては正念場かなと思うので、またねこのホームランみたいなインパクトのある結果を残さないと厳しいかなと思うので頑張ってほしいです。で、投手まとめです。先発遠藤投手ですが、平均141キロ、マックス145キロでした。前回の阪神戦は5回投げて2失点で勝ち負けつかずというピッチングでした。で、前回からはねカーブの割合をかなり増やしているかなという印象で、まあ、まっすぐね割合を減らしているというピッチングになってます。で、内容を見ますと、まあ、今日ねまっすぐね割合は減らしていますが良かったんじゃないかなと思います。まっすぐで空振り奪えてましたし、まあこれでフライに打ち取るという場面がね多くあったので、結構威力もあって差し込めていたんじゃないかなという印象を受けています。で、もう一個良かったのがカーブですね。カーブで、まあ、ストライクも取れますし空振りも奪えるボールということで、このストレートとカーブの組み合わせでタイミングうまく外せていたんじゃないかなと感じました。はい、なのでまとめますと、今日はね、本当緩急を使ったピッチングで試合を作ったということで、まあ、特にね、カーブが効果的でした。まあ、チェンジアップとか、ブレーキの効いたチェンジアップも良かったんですけど、まあ、中でもカーブですね。カーブが良かったと思います。で、ヤクルトはね、やっぱりまっすぐ狙いで来るんですね。なので、そのまっすぐ狙いのヤクルト打線に対しても、まあ、ストレートで、まあ、あまり押し負けていなかったかなという印象を受けました。まあ、当然ね、ヒットもまっすぐで打たれる場面結構あったんですけど、その分、フライとかゴロで、力で押して打ち取るということもあったので、まあ、今日良かったんじゃないかなと思います。で、失点に関してですけど、ちょっとね山田選手のホームランはねもったいなかったですね。ノーボール2ストライクで追い込んだっていう場面から、インコースキャッチャー要求したんですけど、それがちょっと内に入ってホームランにされたというところだったので、あそこはね、もうちょっとね厳しいコース行ってほしかったかなと思います。で、村上選手に対してはね、まあ、今日3打数1安打で抑えてたんですよね。ナイスピッチングでしたね。本当ね、内角の厳しいところにもまっすぐ投げ込んだりしてましたし、で、カーブで目線外したり、タイミング外したりというところで、まあ、見事ね、遠藤投手の今日はまあ全体的に見ると勝ちだったんじゃないかなと思います。なのでね、まあ、他のピッチャーもこういった内角の厳しいところに投げ込んだり、まあ、緩急使うっていうピッチングすれば、ある程度は抑えられるんじゃないかなというような、まあ、何か示してくれるような、対戦だったかなと思います。まあ、結果的に見ますと、今日6回投げてフォアボールも0で失点2ということで、まあ、強力な、ね、ヤクルト打線を2点に抑えているので十分合格ですし、もう勝ちつけてあげたかったかなというような内容でした。本当にナイスピッチングでした。次の登板も期待したいと思います。ヤクルト戦といったら、ね、この人でしょうね。村上選手ね、本当半端ないですね。もう打ちすぎです。やりすぎです。というわけで、本当村上選手ね、カープ戦で大暴れしすぎです。ですが、さすがにね、打たれすぎですし、まあ、走られすぎな成績、やられ
過ぎの成績になってるかなと思います。村上選手のね、チーム別の成績、ここをちょっとまとめたんですけど、まあ、ヒットはね、当然カープ一番打ってるよということで、まあ、打率も4割4分4厘と、めちゃくちゃ打ってます。カープだけ4割超えされてますし、ホームランも9本打たれてます。もうあと1本で2桁いっちゃいますからね。で、打点も巨人と並んで19打点。まあ、こんだけ4番に打たれたらね、勝てないよな、そりゃと思います。し、まあ、これですね、盗塁も5個されてます。もう明らかに、舐められてるというか、もう走られまくってる。何かもう癖を盗んでるような気もします。ねえ、ちょっとね、こんだけやられたらね、悔しいですよね。で、一方で、まあ、フォアボールの方を見ますと、まあ、阪神がね、一番、ヤクル、村上選手にフォアボール与えてるということなんですけど、まあ、その、まあ、成果っていうのかどうかわかんないですけど、その分、打点も少ないですし、ホームランも少ないということになってますので、まあ、ちょっとね、ここら辺の、フォアボールってのもうまく使う必要があるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、阪神、投手陣がね、いいので、抑えられてるってのはあると思うんですけど、まあ、ちょっとさすがにこんだけ打たれてるってのがあって、それながら、まだね、ちょっとご丁寧に勝負して打たれているので、まあ、何かしらちょっとね、もうちょっと際どく厳しくいくってのもね、考えないといけないんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ、なんと言ってもね、昨日今日なんですけどね、本当チームとしてね、対策は練ってあるのか、ちょっと疑問に思うような、対戦でしたね。はい、昨日もレフトスタンドへのホームラン。で、今日の2本もレフトスタンドへのホームラン2本というようなことで、本当ね、同じようなホームラン打たれてるんですよ。で、しかも、昨日もちょっと外のボールから入ろうとしたのが内に入って、それをレフトスタンドで、今日は、ボール先行してストライク取りに行った変化球を2本ホームランというところでね、なんかね、村上選手に対して甘いところに投げちゃってるんですよね。なのでそこら辺の意識、村上選手今本当手つけられない状態で、まあ、完璧に抑えるっていうのは無理なんですけど、同じようなホームランばっか打たれすぎ、カーブだけ打たれすぎなのでやられすぎかなと思います。まあ、ちょっと本当バッテリーだけじゃなくてもバッテリーコーチ含めてチームとして何かしら対策ねってあるのかなと本当に疑問に思いますし、まあ、リプレイ見てるようなホームランなのでね。で、カープ本当フォアボールも少ないですし、もうちょっとね、少しね、厳しい攻めも必要なんじゃないかなと思います。もちろんね、当てたらいけないんですけど、まあ、遠藤投手みたいにインコースにまっすぐ厳しいところ投げて空振り取ったり、で、まあ、カーブとかでカウント取ったりということで、まあ、低めに変化球は投げる。で、うちにもストレート投げる。まあ、言うは簡単なんで、やるのは難しいと思うんですけど、まあ、そういったところをね、村上選手の時はより一層意識しないといけないかなと思います。今日のホームランなんか2本ともね、真ん中に入る変化球、外から真ん中に入る変化球投げちゃってホームランにされているので、ああいうの投げたらそれ打たれるよということになりますし、まあ、本当、フォアボールもうまく使ってということで、まあ、ちょっとランナーいる場面だったのでフォアボール出しづらいのはわかるんですけど、まあ、ホームランよりはマシなので、まあ、そこら辺をなんとかうまく考えて簡単にストライク取りに行ったらやられるぞっていうもうちょっとね意識持って村上選手に対峙してほしいと思います。まあ、特にね村上選手どこが弱点とか今ない状態だと思うので、まあ本当、まあ、でもやられるにしてもホームランは やられすぎだよと打たれすぎだよということなので、まあなんとかねやってほしいと思います。本当今日の2本目のホームランなんかマツダスタジアムから拍手出ていて、まあもちろんねそれはすごいホームランなのでお客さんから出るのは当然かなと思うんですけど、あれを見てね、あれを聞いてね選手がどう感じたかもう悔しいと思うに決まってるので、明日以降ねなんとか中見選手を抑えてくれるということを信じて、広島バッテリー信じて期待したいと思います。はい、村上選手にね、ついて頑張ってくれよということを言ったんですけど、実はね、カープ村上選手だけじゃないんですね。はい、やられてるのはヤクルトの選手ほぼ全員にボコボコにされてます。実はカープ戦の打率3割超えのバッターがスタメンに6人もいるということで、まあ10試合中ね、ここまで10試合中10試合で5失点以上っていうのも納得ですね。3割超えが6人いるので、それは打たれるよというところで、まあここまでね、でもまんべんなく打たれるのは本当ね、バッテリー、誰のピッチャーが悪い、誰のキャッチャーが悪いっていうとかではなくて、本当チーム全体としてのね、問題だと思います。で、村上選手以外にも打たれるし、村上選手の前にランナーが溜まるっていうので、まあ大量失点につながっています。はい、でまあ具体的な数字見ますと、まあざっとね、この6人がカープ戦の成績、打率3割超えというところなんですけど、まあ塩見選手ね、一番の塩見選手めちゃくちゃ打たれてる印象あるんですけど、本当3割4分1厘ということで、まあ、巨人、中日に続いてカープ戦でよく打ってるよとなりますし、で、山崎選手もね、よくつなぐんですよね。3割3分3厘打ってますし、ホームランも森下投手から打ちました。で、この山田選手なんですよね。山田選手ね、今シーズン打率2割4分9厘、ホームランは多いんですけど、まあ打率が低いということで、
まあ、あまりね、そこまで打率高いバッターではないんですけど、カープ戦になると3割7分2厘で、ホームランも4本打ってるというところで、まあ、他のチームがそこまで大きく打たれてないっていう中で、山田選手に打たれてるってのも一つでかいかなと思います。まあ、ここのね、1、2、3番だけ見ても、3人とも3割超えてるってのはね、まあ、カープだけです。当然カープだけなので、この3割超えた人が村上選手の前にいるよということなので、まあ、ほぼ確実に村上選手の時にはランナーがいるよという場面になってしまってます。そこが一つかなりきついです。で、ランナーがいて村上選手なので、まあ、そこで歩かせると得点圏にランナー進んじゃうので、フォアボールやめようっていう気持ちも多分ピッチャーに出て、まあ、さっき言ったみたいに甘いとこに行ったりするのと、するんだと思うので、まあ、やっぱりこの3人をね、なんとか抑えていくっていうのが一つ鍵かなと思います。まあ、それでもランナー出して村上選手なら、まあ、ほんと先ほど見たようにね、フォアボールでもいいんじゃないかなと思います。が、まあ、ちょっとね、6番、7番にこのオスナ選手がいるんですね。3割超えてます。打率見ますと2割5分。で、他のね、セ・リーグ球団相手には3割超えてないんですよ。なのに、ちょっとカープ戦だけ3割2分6厘ということで、ここもね、何かしら対策ができてないのかなというふうに感じます。で、長岡選手ね、長岡選手いいバッターです、若くて。で、もう、まあ、打率は2割4分9厘っていうところなんですけど、まあ、この選手もね、カープ戦になると3割超えるんですよ。長岡選手が8番で3割超えてよく打つということで、まあ、長岡選手からチャンス作って上位に帰るっていうシーンもありますし、まあ、ここら辺のオスナ選手とかがチャンス作って長岡選手にタイムを打たれるという場面も今年はね、よく見るかなと思いますので、まあ、ちょっと本当ね、こんな6人もね、3割超えがいたら、そりゃね、負けるよと。10試合5失点以上しちゃうよというのは納得なんですけど、本当もうやられすぎなので、何かね、こんだけまんべんなくやられるってことは、本当チームとしてなんかリードの傾向とかが分析されてるんじゃないかなというふうに感じます。はい。で、あとまっすぐに強いバッターが多いので、まあ、まっすぐ狙いで来るってのもありますね。なのでやっぱカープの投手陣は、まあ、まっすぐもまだ大事なんですけど、変化球をね、ちゃんとコントロールしてコース投げるっていうことも、やっぱり大事になってくるんじゃないかなと思います。まあ、こちらもね、言うは易し、やるは難しいっていうことにはなってしまうんですけど、まあ、ちょっとね、悔しいですよね、本当に。もう1勝8敗ですか。もうやられっぱなしじゃね、本当ね、見る方もね、悔しいんですよね。ちょっと、本当、ヤクルト強いのはわかるんですけど、さすがにちょっとやられすぎだぞと、毎回毎回同じようなやられ方しすぎだよということで、もうこういうね、数字も出てますし、で、他球団はね、抑えれてる球団もあるわけなんですよね。あるので、なんとかね、カープにも頑張ってほしいなと思います。もう、ここの2人ぐらいね、村上選手以外、2人以外ぐらいね、もうちょっと抑えれたら、なんとかマシになるかなと思うので、ほんと他のチームの抑え方とかちゃんとね、分析して、なんとか頑張ってほしいなと思います。ちょっと本当に、ヤクルト戦なんとか頑張って、勝ってるようにしてください。カープの次の試合です。カープ30日もヤクルト戦があります。予告先発アンダーソン投手と石川投手ということになってます。注目ポイントですが、明日、秋山選手の入団会見があるので、その後の試合になるかなと思います。まあ、おそらく明日の試合早速出るってことはないと思うので、まあ、とりあえずね、この会見も楽しみですね。で、まあ、試合ですともう連敗止めれるかということで、ヤクルト戦8連敗なので、そろそろ止めてほしいと思います。本当にね、もうやられっぱなし悔しいので、もうこれ以上ね、負けるとこ見たくないので、なんとか明日は意地見せてほしいなと思います。で、ヤクルト打線ね、まっすぐやっぱり狙ってくるので、で、まっすぐ中心のね、ピッチャーのアンダーソン投手どう攻めるのかなと、ここもまた注目ですね。前回ヤクルト戦ね、1回登板してるんですけど、あの時はね、ストレートかなり割合減らして、まあ、スライダー、カーブ、チェンジアップうまく混ぜて、まあでも6回に捕まってしまったというところで、まあ今回2回目の対戦なので、もちろんヤクルト打線も対策練ってくると思うんで、そこをどうやってかわしていくかっていうのに注目したいと思います。で、打線はね、石川投手からね、プロ初ホームランも打った中村健人選手ね、期待したいと思います。今日はね、残念ながらヒットなかったんですけど、まあ守備でもいいプレーありましたし、左ピッチャーにね、本当に強いので、この中村健人選手が打ってくれれば、なんとか得点も増えると思うので、そこにも期待したいと思います。明日は何としても勝ってもらいたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヤクルト戦悔しい8連敗になりましたが、なんとか意地を見せて勝ってほしいなと思います。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、ガツガツガツ、カープ、頑張れ。